大谷翔平選手が所属するロサンゼルスエンゼルスの現在の監督はジョー・マドン監督が務めています。マドン監督はエンゼルスの監督に就任する前はタンパベイレイズやシカゴカブスでも長年監督を務めていて、アメリカンリーグの最優秀監督賞に2回、さらにはナショナルリーグの最優秀監督賞にも1回選ばれたことのある名将です。大谷選手が日本からメジャーに移籍した初年度のエンゼルスの監督はマイク・ソーシア監督でした。ソーシア監督は2000年から2018年まで19年もの間エンゼルスで監督を務めました。その間にマドン監督と同じくアメリカンリーグの最優秀監督賞を2回受賞しています。さらには東京オリンピックの野球のアメリカ代表の監督を務めたメジャーリーグを代表する名将です。大谷選手はエンゼルスに移籍してからそんな2人の偉大な監督の下でプレーしているのですが、もう一人大谷選手が所属するエンゼルスの監督になった人物がいます。それは2019年の1年だけエンゼルスを率いたブラッド・オースマス監督です。オースマス監督はデトロイト・タイガースで4年間監督を務めた後にエンゼルスの GM 特別補佐に就任し、それから監督に就任しました。そんなオースマス監督も大谷選手のことを大絶賛していました。それは大谷選手が所属するエンゼルスが敵地でタンパベイレイズと戦った時のことでした。この試合大谷選手は3番 DH として2試合連続でスタメン出場し、初回の第1打席で相手左腕のヤーブロー投手からいきなり先制のスリーランホームランを打ちました。さらに3回の第2打席には左中間を破る2塁打を打ち、5回に回ってきた第3打席でもライト線にスリーベースヒットを打ってサイクルヒットに王手をかけました。そして迎えた7回の第4打席でセンター前にシングルヒットを打って、メジャーリーグの日本人選手としては初となるサイクルヒットを達成しました。この大谷選手の快挙にオースマス監督は、大谷の左中間への2塁打は本当に強烈だった、さらに3塁打は足の速さで稼いだ、大谷はものすごいパワーを持っている、さらにとんでもない足の速さも持っているから打った瞬間に三塁打になると確信できたよ、私は2018年にエンゼルスの GM 補佐になって今シーズンから監督に就任した、だから大谷が2018年の春のキャンプでメジャーに来た時も間近で見ることができたんだけど、その時すでに大谷はとんでもないパワーを持っていた。それは私がこれまで見てきたほぼ全ての選手よりもだ。しかしその時は大谷が安定した打撃を続けられるかどうかはわからなかったんだ。その意味で言えば大谷は私の考えが完全に間違っていることを大谷自身の活躍で証明してくれた。私は大谷がパワーのある打者だということは分かっていたが、こんなにも安定的な打撃を見せてくれるとは思っていなかったんだ。大谷はとても賢い野球選手だし、とても賢い打者だよ。試合前の練習や打席に立つ前の準備を含めて、大谷はメジャーの選手として正しいことをすべて行うことができる。大谷はメジャーに来てまだ間もないのに、アメリカや日本のメディアの注目を一身に浴びて多くの期待を背負っている。それにもかかわらず大谷は常に非常に堂々としているんだよと話しました。大谷選手が達成したサイクルヒットはメジャー史上326人目。エンゼルスのチームで言えば2013年5月21日のマリナーズ戦で達成したマイク・トラウト選手以来史上7人目の快挙となりました。さらにオースマス監督はシーズンが始まる前にも大谷選手のことを絶賛していました。エンゼルスの新監督に就任したブラッド・オースマス監督はラスベガスで開催されていたウィンターミーティング中に記者会見に臨みました。そこでオースマス監督は大谷選手の打撃をかつて指導したタイガースの三冠王であるミゲル・カブレラ選手クラスと大絶賛し、走力もアメリカンフットボールで
一番足の速い選手が務めるワイドレシーバークラスと評したのです。オースマス監督は前年にアメリカンリーグの新人王に輝いた大谷選手の能力に惚れ込んでいました。オースマス監督は大谷は凄まじい才能の持ち主だ。大谷がメジャーに来て初めてのキャンプでのことは私もよく覚えているよ。私も GM 補佐としてエンゼルスの春のキャンプに同行していたからね。その時に大谷の打撃を初めて見たんだけど、本当に衝撃を受けたよ。大谷の打撃練習を見ていて、最初に気づいたのは、バットから飛んでいく打球の凄さなんだ。例えるのが難しいんだけど、私の経験上、以前監督をしていたタイガースのレジェンドである、ミゲル・カブレラの打球に、すごく似ている。カブレラも、そして大谷も、信じられないようなパワーを持っている。さらに驚くべきは、この二人は、逆方向にも、同じように打てるパワーを持っているんだ。こんなことができる選手は、なかなかいないんだよ。大谷の打撃の他では、足の速さにも、衝撃を受けたのを覚えている。大谷は、あれだけの長身なのに、とんでもないスピードをしている。大谷なら、NFL のワイドレシーバーにもなれるだろう。エンゼルスを代表する、俊足の選手だと思う。大谷とトラウトの、どちらの方が速いかはわからないけど、二人とも、メジャーを代表する韋駄天だと思うよ。と話しました。オースマス監督は、大谷選手の打撃を、メジャーの現役選手の中で、唯一三冠王を獲得した、カブレラ選手レベルと話し、フィジカルモンスターの集まる、アメリカンフットボールでも、一番スピードが求められる。ワイドレシーバーになれるだけの、足の速さを持っていると発言しました。さらには、2012年に、盗塁王にも輝いたことのある、エンゼルスだけでなく、メジャーを代表するスーパーアスリートである。トラウト選手に匹敵する、足の速さも持っていると、大谷選手のことを高く評価しました。エンゼルスの監督に就任してからの、オースマス監督の良い話題といえば、メジャー30球団の中で、ナンバーワンのイケメン監督に選ばれた、ということぐらいしか、記憶に残っていない人も多いと思いますし、それ以前に、何も覚えていない、という人もいらっしゃると思います。それも、無理はないことだと思います。オースマス監督が指揮をした2019年のエンゼルスは、72勝90敗と大きく負け越し、チームとしては20年ぶりに90敗を喫するという屈辱の成績で終わり、3年契約を結んでいたオースマス監督も電撃的に解任されてしまいました。エンゼルスを解任されて以降は監督やコーチをしていなかったオースマス監督ですが、惜しくも就任はならなかったのですが、2022年のニューヨークメッツの監督候補に上がるなど、メジャーの現場に帰ってくる日も近いと見られています。ハンサムな監督として、アメリカでも人気のあるオースマス監督ですから、一日も早く、メジャーの現場に復帰して、その勇姿をまた見せてほしいですね。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。